大優作、大優作は、日本の競争馬である。主な勝ち倉は1991年の有馬記念、金牌、西など。有馬記念では14番人気にもかかわらず、圧倒的一番人気のメジロマックイーンを差し切り、レコードタイムで優勝した。しかし、このレース以降は一つも勝てずに引退したため、史上最強の一発屋などと称された。は、表記。 数え年、馬主の孫の名前、工作にちなんで、大工作と名付ける予定が、手違いで、大優作になってしまったという。当時は、デビュー後も、場名を変更できたが、あまりの惨敗続きに、馬主が、これでは、孫の名前を付けようがないと、大優作のままで通した。なお、馬主の橋本公平は、新山の馬主、橋本孝吉の実定にあたり、勝負服も袖の色が違うのみであった。 手違いから名付けられた場名だったが、有馬記念の優勝時には、本場を松田優作、日着のメジロマック・イーンをスティーブ・マック・イーンと関連づけて話題にするマスコミや映画馬券として、馬券購入した競馬ファンが多く見られた。大優作は、体質の弱さもあってかデビューが大幅に遅れ、4歳になってからしばらく経った1988年10月30日。 京都での400万下条件戦でデビューした。しかし、このレースでは、溝橋秀吉機場で臨むも、結果は、勝ち馬から13秒も離された、再位11着に終わった。自走の福島での未勝利戦でも7.3秒遅れて、再位14着に敗れ、この年は2戦して、未勝利に終わっている。2戦とも、タイムオーバーに相当する大敗だった。 1989年、5歳になった大優作は4月16日、新潟での400万下条件戦で、出口高吉の騎乗で、デビューから5戦目にして、待望の初勝利を挙げた。初勝利後は、新潟で一戦した後、京都の400万下条件戦で2勝目を挙げた。この2勝目を挙げたレースから熊沢茂文を主戦騎手にしている。その後、 大優作は6月の中京での御嶽特別900万下で3勝目を挙げると高松の宮杯当時 GII に格上で中傷に初挑戦したが7着に敗れた。秋になると大優作は自己条件に戻って900万下条件戦をに連勝した。その中には阪神競馬場の芝1200メートルのコースレコードを更新したレースも含まれている。 純オープン馬になった大優作は、その後、ダートのキフ船ステークスこそ10着と完敗したものの、比叡ステークス2着、ゴールデンホイップトロフィー2着、逆瀬川ステークス3着と、構想してシーズンを終えている。6歳になった大優作は、半年の休養の後、6月の CBC 賞から復帰した。格上挑戦だった CBC 賞で4着。 自己条件に戻って、ジュライステークスで4着、再び格上挑戦したセントールステークスで3となった後、自己条件のムーンライトハンディキャップで、村本義行とのコンビで勝ち、ついにオープン馬になった。GI 初挑戦となった天皇賞、秋でも村本とのコンビで挑んだが、結果は7着に終わった。ただ、六着に終わった小栗キャップとは、半馬審査だったことから、 大優作にとっては、希望を持てる結果であった。天皇賞後、大優作は、トッパーズステークス、アスカステークスと、オープン特別をに連勝して、この年を終えている。7歳になった大優作は、年明け、京都で行われた、金牌、西で一番人気で優勝。これが大優作の初の重賞制覇だった。3K 大阪杯で、ホワイトストーンの2着に入った後、 鉄ひずめのため半年間休養した大優作は、秋に復帰すると、京都大商店5着、スワンステークス4着、マイルチャンピオンシップ5着と、構想した。マイルチャンピオンシップが終わった後、騎手の熊沢と休務員の平田は話し合い、スプリンターズステークスに挑戦し、大優作に GI を取らせたいとの思いを内藤に、話したが、拒否された。 しかし内藤茂春はこのレースで勝てれば、有馬記念に推薦で出走できるのではないかという意図を持って、有馬記念の2週前に行われるオープン特別の阪神競馬場新僧記念に大遊区を出走させた。このレースで大遊作は2番人気だったが、見事勝利を収め、有馬記念の最終登録に名を連ねることになった。1991年の有馬記念は、 無敗のまま春のクラシック2巻を制した東海帝王や菊花賞を制したレオダーバンなど有力馬の故障による出走回避もあり、大優作は JRA の推薦馬として有馬記念に出走することが可能となった。しかし世間の注目は天皇賞秋では1着入選も公着となりジャパンカップでは4着に終わったメジロマックイーン集中した。それは メジロマックイーンの単勝が1.7倍という圧倒的一番人気という数字に現れていた。一方、大優作は単勝が137.9倍と15等立ての14番人気というブービー人気だった。内藤調教師も少し距離が長いと思っていたが、無様なレースだけはしないだろうという確信があったいう。また、乗する熊沢茂文も直前の調教において、 これまでで一番調子が良いという手応えを感じており、内藤と同じく無様なレースはしないという確信があったという。レースは最後の直線で、それまで中断に待機していた大優作が鋭く伸びて、内拉チ沿いを強襲し、早めに抜け出したプレクラス2ーに並ぶ間もなく、先頭に立つと追いすがるメジロマックイーンに一橋に4分の1の差をつけて優勝した。 この副兵の大掛けにフジテレビのスーパー競馬で実況していた坂井正幸がこれはびっくり大、大優作と叫ぶほどだった。この時の勝ちタイム2分30秒6は稲荷湾が持つ従来の記録を1秒1も更新するコースレコードであり2003年の有馬記念でシンボリクリスエスにコンマ1秒破られるまでの12年間レコードタイムであり続けた。 7歳で、有馬記念に勝利したのは、スピードシンボリ、グリーングラスに続いて3頭目だった。また、有馬記念の誕生馬券が万馬券となったのは、初めてであった。この大優作の人気のなさに、馬主の橋本公平すらも、有馬記念に勝てるわけがないと思い、中山競馬場に観戦に来ず、表彰式では、橋本の娘など関係者が代行で、 表彰式に出席したという逸話も残っている。ただ、内藤は、レース前から勝てるという確信があったため、製造で、中山競馬場に入場している。大優作は、翌年も、現役を続けたものの、大阪杯6着、天皇賞、春9着、安田記念8着、宝塚記念8着、高松宮杯14着、 スワンステークス15着と6戦していずれも5着以内に入れず、この年限りで引退した。大優作は引退後、2位カップのヤギ牧場で、種ボバとなった。残した3区が、計17頭と少なかったこともあり、東海公営の重賞、グランドミックス、名古屋を制したグランオラシオンラを出すに止まった。1998年に種ボバを引退し、観光施設、 浦川優秀ヴィレッジ・アエルで予選を送っていたが、2013年12月8日に、老衰で死亡した。浦川優秀ヴィレッジ・アエルでは、日報帝王やウィニングチケットらと仲が良かったという。タイムランドは、レコード価値を示す。祖母国の花は、エリザベス女王杯の前身、ビクトリアカップの第1回優勝馬。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。